初めての就職活動なら DYM 就職、履歴書作成から面接対策までマンツーマンで手厚くサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。ミンアル人生年表。はい、こちらの企画はゲストを、ね、お招きして、その方の人生を深掘りしながら過去の挫折経験やターニングポイントを振り返って、ゲストが大事にしている人生の流儀について学んでいくという企画になっております。本日お越しいただいているのがシュアンさん。はい、シュアンシュアンシュアンです。皆さんこんにちは。すごい、台湾出身シュアンです。台湾の方なんや、はい、そっかそっか、はい、YouTuber さんなんですよね。台湾とかについて発信してるんですか？そうですね、台湾と日本の文化の違いとか、台湾料理をなんか日本人に食べさせるとか、いろいろ。台湾大好きですよ。行ったことあるの？台湾行ったことあるし、台湾のタレントさんが友達ってなんかないろんなお菓子くれたりするし、どの食材にも八角が入ってます。確かにね、それが美味しいんですよ。美味しいけどね、そうね。もう本当また行きたいな、私もパスポートうまいこと機能するようになったら。そう、機能しないんだ。そう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 。一個言っていいですか、石田さん。やっと会いました。ゴッドダウンで知ったんですよ。あ、びっくりした。ゴッドダウン知ってるんだ。私どこかでお会いしたのかな。今必死に考えてた。よかった。しかもちょっと恥ずかしいよね、ゴッドダウンでやってた内容が。なんか元アイドル同士ですごい嬉しいです。あ、そうなんだ。共感する部分とかあったんですか？あー、そうなんですか。ないです。アイドルだったんだから。シュアンさんは、はい、日本にはいつ頃来られたんですか？そうですね、今は10年になります。10年、はい、10年前に来ました。10年ですごい、日本語が、よりすごいんじゃねえの。何がきっかけで何百回も答えてるんだろうけども。きっかけは大学の交換留学生として来日はしました。はい、でももともとその日本に住むことはずっと夢だったので。そうなんですか。子供の頃なんかちびまる子ちゃんとかクレヨンしんちゃん、うん、アニメとか大好きで、うん、こたつがいる部屋に住みたいみたいな。ちびまる子ちゃんの時期はまだ。じゃあ今お家にこたつがあるんですか？はい、あります。おー、ちゃんとあるの。中でおならしたくさいね。こもりますからね、あのね。出してこうやってやらなきゃ。アイドルですから、おならはしないんです。おならしない。アイドルだからね。大変。ないや、あの台湾ってこたつ的なものは。台湾やっぱ暑いので、そっか、こたつはさらに暑くなっちゃう。でも台湾に行ったら凍えるけどな、夏に行ったらもうエアコンがもう、うわーとなる。日本のもうあれと全然違うぐらい冷たいね。でも冬も冷房とかつけてるの。冬はどれぐらい、なんか気温どんな感じ？でも一番寒くても10度ぐらい、寒波が。寒くても10度。そうです、そうです。やっぱ湿度が高いので、もうみんなダウン着てますよね、やっぱ。台湾行けたー。いいよ、まあ、台北もいいけど、やっぱ高尾とかあっちの方行ったりね、はい、日本の同じような新幹線やんね。あ、そうなんですよ、全く一緒で。全く、ね、多分日本が成長したんじゃないかな。そうですね、はい、日本から、はい、だからやっぱりね、でどこ行っても日本語がね、ホテルとか通じるよ。確かに、やっぱ若い者でもアニメで勉強してきたので。だから私はホテルに行って、はい、日本語でお願いしますって言ったら、なんでって。なるなる。そう、英語でしょって感じでね。これなんかいつも説明結構難しいんだね、外国の人と喋るときに。なんかなんでそうだったみたいな。なんかね、あの台湾行って面白いのは、その、はい、台湾って台湾語と中国語って違うの？一緒？あ、ちょっと違います、ね、ちょっとなんか似てるやんか。だから、ね、例えば日本にある企業が漢字で書かれてるのが結構面白い。あ、ファミリーマートが全家みたいな。そう全部に家って書いてファミリーマートって。全家、それ見て、いや、おもろっていうのもある。あ、めっちゃすごい。ほんま行ってほしい、台湾も行ってほしい。え、嬉しい。トーハンが好きなんだ。あ、トーハンめっちゃ美味しいです。え、でも日本で食べると800円ぐらいするんですよ。高い。台湾のスイーツ、スイーツ美味しいね。それ台湾で食べると日本円でいくらで食べる？いや、でも多分200円で食べる。200円。はい、タピオカももう全然安いです。台湾ってさ、みんな朝ごはんレストランで食べるやろ。レストランで お店で食べるよね。安いってこと？だからホテルでもな、行ってホテルで食べる方がいいで、現地の人が食べてるおかゆ食べに行った方がいいな。美味しいってこと？うん、あんまりね、
家ではおかゆなんですけど、うん、なんか店にいたらなんかサントイチとかちゃんとしてる、うん、あそうね、うん、そうありますよね。えでもねおかゆが美味しいね。あおかゆも美味しい。どういう味付けなの？えなんか鶏あなんかいろいろあるけど、はい、それいいね。あと和田アキ子が行きつけの日本人向け台湾料理店っていうのもあって、それはちょっと発掘薄め。日本人向けにちょっとそう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 、行ってみたいな。台湾ってあれじゃなかったっけ？千と千尋みたいな。あるで、ね。9分。めっちゃ行きたい。めっちゃゴキブリおるで、ね。めっちゃゴキブリおる。あの階段と階段の間とかに5000匹ぐらいいた。でも美味しいもんがいっぱい売ってんだよ。じゃあ冬に行こう。あと、ね、豆腐ね、不豆腐っていうの。臭豆腐大好き。あれだけはちょっとごめんなさい、私はまだ。私も無理。怒ってなっちゃう。うんこのは、うん、いやいやうんこじゃないです。全然うんこじゃないです。美味しいです。台湾の方いるんだから。全然美味しいです。もう匂いはマジ食べれないぐらいの匂い。食べるに至らなかった。ちょっとやっぱ無理って思った、うん、普通に 50m 先に店あっても匂ってくる。マジ、そうなんだ。実家に置いてあったの。え臭豆腐、臭豆腐実家。お母さんが食べるから。あそうなんや、なんかさ空港とかでもさ突然空港でも食うの？でも確かに同級生にゆきちゃんち臭いねって言われた。それに匂い気にするようになったんだ。ゆきちゃんめっちゃお風呂入ってんのに。でもねやっぱ台湾の人はみんなね美味しいって言うから、日本の納豆みたいな感じなんかな、うん、健康にいいの？なんか臭豆腐健康は分かんないんですけど、発酵してるからいいんじゃない、うん、あとな俺もうよう覚えてるわ、足つぼマッサージしまくるやろ。でなんか目が見えない足つぼマッサージをやってる人の店に行ったのよ、うん、なんか目見えへんままこうやってなんか足をこうやってやってくれんねん。ほんでそれでやってくれんねんけど、どこの国ですかみたいなの聞いてくるから、日本ですって言ったら、うん、見えてるやん。日本ですか、ね、ちょっと見えてるよ、ね、見えてるよね。ちょっと面白いですよ。え台湾行ってみたいなのね。えちょっとあの企画で行くのかロケでないの。ちょっと案内しますわ。ぜひぜひ。台湾でも芸能活動してたんですか？台湾でもちょっとしましたね。大学は映画とか撮る、その学生制作の大学なので、そこまではまあそうですね、テレビとかドラマはちょこっと出ました。へー、すごいギャラいいらしいですよ。あ、そう、いやー日本よりはそんなにだと思うんですよ。あんた台湾に飛ばされそうになったんじゃないそっか、で来日して日本でも芸能活動しようと思ったんですか？はい、そうですね、本当に日本の芸能が一番興味があったので、日本でもアイドルしたいっていうのも。何が一番興味あったんですか？憧れというか、こういうのになりたいとか。アイドルもそうですし、うん、ロンハーが大好きだったんですよ。台湾でもあるんですか？あります。そういうなんか日本のチャンネルがあって、いろんなドラマとかバラエティとかいろいろ放送してるんですよ。そのまま日本のものが、はい、でも字幕はもちろんついてます。あ、そうなんや。それで日本語を勉強したりとかしました。でそこでロンハー見たり、そうですそうです、ゆきちゃん見たり、はい、ゆきちゃん台湾でも流れてるんだよ。そこで流れてたってこと。ロンハー出てたの？おー、すごい。そうや、台湾でももう活動できるんちゃう？ゆきちゃんいけるかな。台湾でもアイドルは結構人気だったりしてるので。じゃあロンハーが好きで日本に来て、はいはい、オーディションとかはどんなとこ受けたんですか？そうですね、本当にいろいろ探してたんですけど、たまたまアツイさんのエクスポをしたら、ロンブのね、そうですそうです、アイドル募集中みたいなオーディション開催してるで、日本に来た3ヶ月ですぐ応募しに行ったんですよ。日本語はその時も、いやもう本当に多分全然片言だったので、あんまり多分喋れなかったんです。どうでしたっけ？どうなったの？結局運が良くて受かりました。運じゃないよ。すごいわ。どういうオーディションだったんですか？どういうオーディション？でも普通のアイドルオーディション。アツイさんも審査員として座ってて、で普通になんか一人一人入って、歌とかダンスのそういう審査がありまして。その時は歌は日本の歌歌うんですか？はい、その時なんかオリジナルソングを歌いました。自分でも曲は書けましたので。でもその時は中国語の歌でした。結局
かそのオーディションで最終合格するの何人グループ、はい、最初は1期生は9人ですね。へえ、はい、私のみ台湾人みたいな。へえ、すごいね。それ結構目立ってそうだよね、一、うん、人だけ。論文の淳さんとはそれで何か知り合ったんですか、はい、そうですね、本当にロンハー見てすごい好きなので、そのアイドルになった時に淳さんの家に行ったり、メンバー全員ね、家メンバー全員来たわ。来たわ。ダメだよその発言。芸能界大変なんだから日本。メンバー全員ダメだから。打ち合わせとか、なんかご飯も怒ってくださってる、奥さんもなんか料理作ってくださって。そうよ、それは結婚もしてるからね。そう LINE もつながってて今も連絡取ってます。そう、はい、すごいな。でもその論文のやつ人はすごく優しくて、はい、どんなにひらひらひら社員でも目合わせて挨拶してくれるんですよ。で目合わせて挨拶してくれますよね。まあでも一応そのプロデューサーなのでこっちは挨拶するんですけど、でもすごい優しい。優しいっていうか、まあ顔も見んと挨拶する人はもう性格悪いから難しいですね。いや、やばい。そんなん言ったらこの間東野幸治さんあったけど、あの人多分芸能界で一番いい人やわ。ああ、そうですか。うん、優しい。いや、あんなに優しい人は初めて。原田泰造の次。次ない。次か原田泰造のと同じぐらい。そっかそっか。で、それでどうなんですか、念願のアイドルデビューはできたんですか。そうですね、できまして、でも1月の時にアイドル受かって、はい、5月すぐライブデビューしないといけなくて。早いね。厚井さんからのミッションは20曲ステージで20曲。そうなんですよ、歌わないといけないんですよ。9人でみんなで。そうです、そうです。なんていうグループやったの。スルースキルズっていう。スルースキルズってまた厚井さんっぽい、ね、そうですね、やっぱ厚井さんはすごいスルースキルある方だよね。楽しい晴れてるからスルーできるようにっていうグループ。20曲でも覚えるの大変やったでしょ。大変だったんですよ。もう本当に日本来たばっかなので、歌詞とかも全部日本語だし、この短時間フォーメーションも歌の歌詞とか全部覚えないといけないので、本当にやばそう。やばい。シアレも本当に続いてたんですよね、レコーディングとか。台湾にもそういうアイドル、女子アイドルグループみたいなのはあります。あります、あります。それと日本となんか違いというか、なんかあります、特徴とか。あー、でもやっぱ台湾の方がちょっと K-POP 寄りですよね。ちょっと足出したり露出多いとか。そうですね、ふわふわな感じはやっぱ日本独特な。そうよね。そのアイドル始めてからはもうアイドルの活動だけなんですか、他に何かやってたの。ああ、でも学生とアイドル。学生とアイドル。そうです、そうです。めちゃめちゃ忙しくないですか。そうですね、もう深夜練の後すぐ授業に行けないといけないんです。え、それ大丈夫だったの。その20曲は結局ちゃんと覚えれた。失敗したりとか、なんかちょっと忘れてるとかはしなかった。まあでも結構歌割りがあったので、それは頑張って覚えましたね。やりたいことやからな、頑張れるもんな。そうですね。すね、まあ、でも3ヶ月でね、日本に来てそんなすぐ始める。日本語やばいんじゃない。やばいです。何も言われなかったの、その大丈夫ですか。でも一回その深夜練の時にちょっと誤解があって、なんかうちらのメンバーが遅刻は知ったんですよね。で、アツイさんがすごい怒って、みんな話し合いしてみたいな。結構アツシさん介入してちゃんと現場入る人やったんや。そうですね、そのちゃんと見てくださって、うん、で、その時全然日本語が分かんなかったんですよ。その打ち合わせが結局私に対しての説明で終わっちゃったみたいな。そういうとこもあったんですよね。あれが遅刻したから、今、淳さんが怒って。ちょっと言われたよ、みたいな。そうそう、説明が。それ、それに言われなかった。なんか勉強しなさい、この野郎。あります、あります。本当に、淳さんに、お前日本語20点で言われたんですよ。あ、お前20点って言われた。でも多分、外国人としてボビーオロコみたいな、してほしいみたいな感じ。ちょっと難しい。ボビーオロコみたいな感じじゃない。あれはあれになかなかの才能やったからな。あれはそうですよ。そういうキャラになりなさいみたいな。でもそのバラエティに出た時にやっぱ日本語分かんないとちょっとやっぱ。そうよ、ね、ボビーオロコは本当はペラペラらしいからね。そうそう、ちゃんとね、理解して、まあ、本当にちゃんと勉強しなさいみたいな。そう、ね、言われたんですよね。結構ショックで次の日めっちゃもう勉強しました。一、日どんな感じスケジュールは。いやー、でも学校の時本当に5校住居、うんうんうん、で5校から夜レコーディングみたいな、うんうん、でレコーディングした後にまた夜の振り付けとかフォーメーション練習、朝まで。朝まで、朝まで、でまた学校行って。そうです、朝学校行って昼から打ち合わせとかレコーディングしてレッスンして、はい、いつ寝るの。学校の時寝たりとか。あ、授業中。いや、まあそれしかない。すいません、すいません。
大変やったね、はい、でもじゃあアルバイトとかはしてない。そうですね、その時できなかった。あ、そうですよね、はい、いや、いいじゃない、みんなのアルバイトに絡んだ人あれね、あ、いいじゃない。実際にするスキルズ入ったらスタッフさんいない状況だったんですよ、うんうんうん、やっぱ厚井さんのプライベート企画なので、うん、メンバーそれぞれグッズの発注とか、で私は CD 役担当みたいな、裏方もしなきゃいけないんです、はい、給料はどんなもんやったの。人数も多かったので分散しちゃうんですよ。あ、そっか。で、給料日もらったのが今月5円みたいな。5円あるんです、あるんです、5円、